せーの、フースです。エッチだよ。今回はトーク動画ということでございます。はい。公開が5月ですね。5月じゃね。行楽シーズンですね。ピクニックじゃね。アウトドアですね。キャンプじゃね。いや、サバゲーですね。バーベキューじゃね。サバゲーって言ってたの。今までのトーク動画では、サバゲーを始める動機だとか、事前の知識、で、あと、何を買いますか、何から買っていきますか、なんかそんなことを結構取り扱ってきたと思います。では実際にサバゲーに行く、行った時に、いわゆる参加方法についていって触れていきたいと思います。ティントンタントン。この動画は関西で活動するフレッチ浮遊物の環境下での話であり、地域やおのおのの環境によって異なる場合がありますので、あらかじめご了承くださいませ。楽しく見てね。どうぞ。まあサバゲーに参加しましょうって言った時に絶対必要なことが一つあります。はい。何でしょう。気合。違う。行こうと思う気持ち。違う。サバゲーフィールドに行くことだよ。まあごく一部の私有地、お山を持っておられて、ああやりますっていうのであれば、まあそれは例外としてあるんですけども、基本的にはサバゲーフィールド、サバイバルゲーム用のフィールドに行かないといけませんね。サバゲーフィールドでサバゲーに参加するって言ったら3つの方法があると浮遊物は思います。3つ。1つ目、ででん、定例会に参加する。2つ目、ででん、時間で行けるところに行く。では時間単価でお金を払う時間参加型、まあ重量課金制のところだね。そう。はい。3つ目、貸し切りに参加させてもらう。はい。3つ出ました。定例会で時間参加型、貸し切り、この3つが主なものになるかと思います。うんうん、はい。まあごくごく一般的に参加しやすいのは定例会か時間参加型、この大体どちらかになるかな。まずは定例会の方から取り扱っていきたいと思います。思います。はい。キャプチャーワン定例会。まず定例会に関しては何ぞやというところなんですが、はい。各フィールドさんに行きたいですって予約をして行くところ。サバゲーフィールドさん、もしくは運営さんが主催とする、どなたでも来てくださいねと間口を広くしている一日を通してのサバゲー会みたいな感じですね。うん、定例会と言いつつ毎日募集をしているところだとか、週末だけとか、一応まあサバゲーフィールドさんが募集をかけているところが定例会になります。冬物フレチ定例会に参加することが9割以上かな。そうだね。そんくらいだとも8割、うん、9割ぐらいは定例会かな。定例会のデメリットメリットに、ね、普通でちょっと触れようか。はい。フレさんが思うデメリットから、うん、はい。最低開催人数を下回ってしまうと開催されない。全く知らない人たちが集まるから。いや、ヒント。じゃあメリット。メリット、1人からでもサバゲーに参加しやすい。はい、そんなところかな。まあ、チームで参加するときに、チームとは大体同じチームになれるから、うん、チームで参加するってした時の楽しさは、うん、定例会は一番強いのかなと冬物は思う。一日を通してずっと味方であることが多いので、うん、個人で行ったのであれば知らない人とのコミュニケーション連携なんかは定例会はかなり、うん、本当に知らない人とその場で知り合って、まあ、ツイッター交換したりだとかして、また他のフィールドで会いましょうねとかいう。そうですね。一応銀の傭兵団の成り立ちというか、遊物がやっているチーム自体もまあそういう成り立ちだからね。入っていたからでございました。はい。NEXT 時間参加型。はい。便宜上時間参加型と言っていますけど、1時間いくらで払ったりとか、1日をこう4分割して、1クォーターあたり何歩だとか、いただけお金がかかるみたいなやり方のところですね。正しい名前をご存知の方はコメント欄から教えてください。時間参加型のデメリット、高い。一応お得なパックとか準備してくださったりとかするところは結構あるけど、うん、定例会に比べて同じ時間を遊ぼうとした時にちょっと割高になるいうところはちょっとあるかな。うんうん、大規模な人数で行ってしまうと、まあ、チーム内でもこうチームを分けられてしまうっていうのがまあデメリットにもなるし、メリットにもなるところかな。いや、もうあんまないし、このままメリットの入っていこうか。うん、少人数でもサバゲーできちゃう。
うん、っていうのはこれメリットですよね。他は何かメリットある？夜遅くまで空いてることが多いから。あー、そうだね、仕事終わりとかにも行けちゃう、行きたいと思った時にパッて行きやすいね。あとはそうかな、その人数の変動に対してすごくこう柔軟に対応できるような仕組みを構築されてるところが多いので、あの休憩取りやすいね。休憩取りやすい、うん、あのもちろん定例会だであっても、休みないってわけではないの、ね、休憩しますって言う、あの心情として、まあ、あの気軽に言いやすいのかなっていう印象はあるね、うんうん、あのしんどいなら休みやって言いやすいし、言いやすい、そんなところかな、かな。あ、3つ目ですね、貸し切り、はい、まあ、貸し切りにも2つあって、まあ、どちらにも共通するのが、サバゲーフィールドさんに、主催者さんが、お金をある一定以上お支払いして、で、その日一日俺の自由にさせてくれっていうのが、まあ貸し切りですよね。だから、うんうん、で、一つが一般人を全く入れない貸し切り。じゃあもう一個の貸し切り、一般的にはツイプラとかツイッターだとか、そこのフィールドの公式ホームページとか、まあ手段はいろいろあるんですけど、私が主催する定例会って言った方がいいかな、うんうん、まあまあまあそんな感じかな、それが多分イメージつきやすいと思う、うんうん、では、貸し切りのデメリット。デメリット、はい、定例会だと思って参加してしまうと、ちょっとあれれってなることはあるかな。まあ逆にそれはもう魅力というかメリットにもつながる話ではもちろんあるんだけどね。自分の性格とバチコーンと合った貸し切りに行くと死ぬほど楽しいと思う。死ぬほど楽しい。定例会ではできないようなルールでサバゲーができるっていうのは貸し切りの魅力の一つ。参加する方々がもう事前に見えている、分かっているっていうのは一個でかいね、うんうん、なのでそこに会いたい人がいればもちろん会いに行けるし、うんうんうん、なので、サバゲーに行く、サバゲーにデビューするってやったら、定例会、時間参加型、貸し切り、この3パターンで、行くことになろうかと思います。定例会に関しては基本的にお店のホームページから、時間参加型は、まあ、お店のホームページ等々で予約していくか、まあ、大体飛び込み OK のところが多いかな。そうだね、時間参加型はね。で、貸し切りに関しては、主催者さんもしくは、フィールドさんとやり取りをして、申し込んで参加するといったような流れになりますかね。うんうん、あ、フレさんさ、うん、その服やとおっぱいちっちゃく見えるね。せやろ、こっちから見たらすんごいサービスよ。何させられたんや。この動画を見て私初心者だわって思った人は高評価とチャンネル登録お願いします。動画を楽しんでいただけた方も高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。で、次水曜日は本編のようなトーク動画、他の水曜日はサバゲー動画を配信してます。月1のペースでライブ配信も予定しておりますので、ぜひ通知音を。また動画かサバゲーフィールドでお会いしましょう。じゃあねー、バイバイ。これやめたね。